不完全なものを崇拝する。茶の本。岡倉角造。茶は、薬用として始まり、後飲料となる。品においては8世紀に高雅な遊びの一つとして、進化の域に達した。15世紀に至り、 日本は、これを高めて一種の、心理的宗教、すなわち、作業にまで進めた。作業は、日常生活の俗字の中に存する美しきものを、崇拝することに基づく一種の意識であって、純粋と調和、相互愛の神秘、社会秩序のローマン主義を順々と教えるものである。作業の容疑は、 不完全なものを崇拝するにある。いわゆる人生というこの不可解なもののうちに何か可能なものを成就しようとする優しいクワだけであるから。